暑い、暑い、灼熱地獄なんだが、とてもとても暑いんだが、やっとマジで6枠ぐらいもう配信やってんけどマジでもうこんなことしてるからね、数少ない常連さんまでね失っちゃうんですよ僕は、初見さんなんか来ないのに。今日朝スッキリで配信がどうのこうの、生配信がどうのこうの、 LINE ライブがどうのこうの、すごいな、2000人来てて、いやまだまだっすよ、何の嫌味ですかあれは、何の嫌味ですか、 LINE ライブで2000人も集めておいて、まだまだですよ、こんなんじゃ食べていけないせいっすよ、ふざけんなっちゅうな、やっか2000人とか競馬配信じゃん、そんなそうそう、岩井もおったおった、あのなんや、あのあいつに憧れてるやつな、あのメイクのやつに憧れてるやつ、もうでもあんだけ配信者がおったらもうそうなるよね、下手したら見てるやつより配信者やつの方が多くない、今のこんな時間帯とか、春休みキッズたちが、こんな時間ね、キッズたちが本当にね、あ、そう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 、そっちや、ブルゾンじゃなくてナオミや、そう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 、渡辺真央、ナオミの方やったわ、そうそう、パッと見メイクはブルゾンやねんけど、あいつね、ほんまふざけやがって、あいつの声です、あんなテレビ出たら、何テレビ出ただけまたアクセス増えるから美味しいがな、くそ、俺も LINE ライブやっとけばよかった、ラインライブに出場しているコージンさんです、いやもう全然アクセスないですよ、こんなんじゃ食べていけないですよ、45歳なのに、おほほほ、嫁にパート行かしてますよ、おほほほみたいな、まかり間違ってもね、風俗店経営してるとか言えないですからね、ああそうそう、おにぎりさん、おにぎりさんって何、おにぎりさんバツイチで寂しいからって奥さんと娘さんもおにぎりさんみたいな、何のあの美味しい設定、あんな設定美味しすぎるやろ、これもあんな設定しようかな、おにぎりさんに対抗してお稲荷さんしようかな、お稲荷さん、いつもブラブラお稲荷さん、一発番なんやろな、熱い、ちょっと本当に暑いんだが、すごい灼熱地獄な、灼熱地獄なんだが、ああ暑いわ、目の前にずっとねハルカスが見えてるんですけど、ね、全然近寄らないハルカス越えていか、大黒町行くのにハルカス越えていかなあかんのに、ハルカス全然近寄ってこないんだけど、ずっと目の前にハルカス見えてるけど全然近寄らないんだけど、ハルカス昔をここまで15分で来れてたな、俺すごいな、ハルカスの仲間に20分とか25分で行ってたのに、昔あ、そう、僕はハルカスで働いてる時9時出勤なのに8時半に家出て余裕で間に合ってたよしかもチャリンコで、電車やったら間に合えへん、チャリンコやから間に合えへん、チャリンコぶっ飛ばしてちょっと坂で上りになってんねんけど、ガー上がってって、いつもギリギリで入って、あ、セーフセーフセーフとか言いながら、ああでもそのハルカスもまだはるか向こうなんですけど、全然向こうなんです、でハルカスの手前にタワーマンションが建ってて、そこからそこのマンションでね、子供があの転落死しちゃってね、ほんの2年ほど前だけど、ニュースになってたわ、暑いわ、すごく暑いんだが、めっちゃ整備されたな、ここめっちゃ整備されたのやけど、なんでこんな無駄な整備したんや、これまっすぐ道突き抜けりゃいいのに、なんでこう突き抜けんのこうぐるっと回すんや、これどういう意味、なんでぐるっと回るの、まっすぐ突き抜けたらいいんちゃうん、回す意味がわからん、なんならあそこの交差点5サロに行ってしまえばよかった、林寺2丁目の交差、林寺2丁目の交差点を誤算してしまえばよかったのに、
すごく暑いんだが、クラウン乗って人がなんか鍼灸院の看板っていうか外のガラスに貼ってある休みの曜日の日とかのシール剥がしてた。そこって鍼灸院を辞めるのか、それとも別の商売を始めるのか、別の次の人が入って来たのか、あんないな。暑いんだが、とても暑いんだが、お昼何食べようかな。お昼何食べようかな。当店名物ちゃんぽん900円。900円もするの。どれかちゃんぽん食べた。マジで。そう、今日ね、僕も引きこもりになりそうやったから怖いからね、とりあえず外出てきたのよ。無理くり用事もないのに外に出てきたのよ。ほんで用事もないのにガソリンをねばらまいて駐車場代払うのがバカバカしかったんで、今日はねレクサス1号でレクサス1号で出動したんですよ。レクサス1号やからこう下りとか平地はいいんだけど、レクサス1号はね上りちょっとしんどいな。なんか知らんけど上りになるとね息が切れるんですよ、レクサス1号。なんでかわかんないんだけど、よくわかんないんだけどね、ハイブリッドなの。はあ、なんかいい商売ないかな。なんかいい商売思いつかないかな。そう、林寺っていうとか、ここ町名はね標識で言うと林寺って書いてあるけど、でもあれなんですよ、その辺の看板見たら林寺とか、こんなところにマンション建った。マジでか、すげえな。この商店街のこんなところにマンション建てたんや。やるな。駅もそんなに近くもないのに、まあ、JR がすぐそこっていうのかな。まだあれかな。でも JR ってあんま良くなくないですか。地下鉄の方が涼しいし、雨降っても地下やから。結構ぼちぼちね、でも商店街なんでお年寄りしかいないです。あ、でももう商店街、行くの本通り商店街も出ちゃったから、もうここからはね、原画橋っていう、ここから、あれですよ、玉造りの駅へ抜けていくので、まあでも外で人はおるけど、まあおっさんおばはんばっかりかな。春休みキッズもいないわ。もうどういうこと、本当に。なんで春休みキッズもいないわ。一人もいないわ、春休みキッズ。マジで。はさはさめっちゃおばちゃん振り向いた。めっちゃおばちゃん振り向いたのと、今目の前歩いてるおっちゃんが振り向いたのと、2、3人振り向いたよ。怖くないわ。怖くないわ、別に。別に怖くないわ、そんなや。周り見たかった。あ、でもね、そんな言うほどね、人はたくさんいないのよね。まばらぐらいしかいないわ。そんなに恥ずかしくはない感じ。でも2人には睨まれた。少なくとも2人の視線は目の前で見えた。えって、えってすぐ睨み寄った。そうでもそんなにね、人がいる感じではないので、寺田町の駅、あ、そう、玉造じゃなくて寺田町の駅なので、ね、天王寺の一個手前の駅なので、そんなに人はいないから、そんな恥ずかしくはない。まあ、おってもなんか暇そうな中国人とね。中国人がなんでこの時間から宮本むなし行くの。中国人カップで宮本むなし行ったぞ。大体中国人、若そうなの、大体中国、若そうな、この辺にいる若そうなやつは大体中国人。マジでか。もう、なんでそんなことすんの、みんな。そうやって美味しいとこ持っていかないで。最近あれでしょ、ふわっちでも僕のデリヘル配信パクろうとしてる大阪のやからがいてるでしょ。やめてくれる、そういうの。
90分1万5000円の激安コースで読んどいて、なんかあのすっごいそのお姉さんをディスるっていうわけのわからんこと。かわいいかわいい言うといたらええのに、別に適当にみたいな。ディスる方なんやみたいな。それしまいにクレーム来るでみたいな。女の子から言われるでみたいな。え、政治がやってんの？マジで？いや、誰がやってるか分かんないけど。みんなでネタをパクリやめてください。ね、その弱小なね、そんなね、カッソカソの僕がやってるネタをパクるとかやめてください。本当に。もう唯一の特色やったのに。あ、じゃあ別の人かもしんない。わ、なんか真ん前からバス来たわ。最悪だわ。真ん前からバス来たわ。クソバス、ほんま。バスのせいでバックしないと息のまっすぐ突き抜けれないわ。暑い。ちょっと暑いんだが。あーや、暑い。まあ僕もあのあれよ、ゆまちゃんきーちゃんの時は仕込みやけどね。仕込みっていうか、あの来てから仕込んだ感じやけど、来てから仕込んだから、ね、来てから交渉したけど、一発で交渉行けたからおもろかったよね、あれね。でもおかげで60分4人呼ぶところが、なんかもう2人がずっと8時間おったみたいな。いや、まあ、ゆまちゃんだけが8時間7時間ぐらいおって、でキーちゃんは最後の2時間ぐらいおったみたいな。まあ、ノープレイでね、シャワーにも行かずみたいな。でもゆまちゃんはなんかしてくれてたような気がするんだよ。ゆまちゃんが上の口下の口パックンチョしてくれてたような気がするんだけど、全然記憶にないわ。あっつ、専修学校クラーク高等学院天王寺校クラーク記念国際高校夢挑戦達成、単位制高校やな、これ。とりあえずね、今ね、あの、あれです。あの、ナンバー目指してます。ナンバー。ナンバー目指してます。デリヘル行くわけではないけど、ナンバーを目指してます。ナンバーのドコモショップ行こうかなと思って。で、その後、今宮の港南行って、で、ダイソー行って、で、事務所に物を運ぼうかなと。昨日事務所完成したので、あとはまあウェブカメラ、はい、ウェブカメラ買わなあかん。プリンターの用紙もないのよ、だからまだ。いろいろ買うものがあって。とりあえず事務所に爪切りと耳垢置いとかんと、あの僕の機嫌が悪くなるので。あ、マジで？結構ね、まあ、ダイソーって100均じゃなくて300円のものとかも売ってるから、ダイソーだけで結構こと足りちゃうのよね、何でもかんでも。携帯の充電器とかでももうダイソーで十分だし、デスクトップ、Windows 10のデスクトップを導入したので、USB が4つぐらいついてるから、もうそこに携帯の充電器差しといてあげたら、女の子が入ってきても、なんなら僕も充電できるし。ちゃんぽんニンニクパワーの店、営業中。ニンニク抜きできます。ランチタイム。マジか。なるほど。なるほど。あ、この坂登られ。食器な、食器難しいよな。福島さんまだ福島アルバイトしてる。で、3人も乗ってる。アート引っ越しセンターの車に3人も乗ってた。俺もこの時期を、あの17の時、17の時と21の時に引っ越し屋のバイト行って、17の時は毎日3週間ぐらい連続で出て、あの、あれですよ、あの、高校生の25万ぐらい稼いで、それで免許取りましたけどね。でも21の時に、12月ぐらいに行ったんかな。人数少ないのにすっげえ重たい現場やって、もう足フル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 って震えて、もう次の日行かんかった、もうダメだわと思った。
それ怖いな。マジか。それ怖いな。普通に私服でパーカー着てて、これここっすかとか言いながら段ボール運び出して、引っ越しをする家の人は、アートの人ですかみたいな。で、アートの人は、お家の人ですかみたいな。で、結局最後どっちからも聞かれて、どちらさんですかって、赤の他人です、通りすがりですけど、みたいな。最近そういう、そっちの方面なの、僕。そっちの方面体になっちゃったの。なんか勝手にビラ巻き手伝ったりとか。なんか勝手に手伝うシリーズ。勝手に手伝うシリーズいいかもしれない。勝手に手伝うシリーズなんかええな。あ、それ面白いかもな。その企画面白いかも。勝手に手伝ってみた。街中の平和な人たちの仕事を勝手に手伝ってみたシリーズ。警察編とか。公務執行妨害になるわ。遠いな。ナンバー遠いな。普通になんかもう店員になってみるとか、その辺の食堂とかラーメン屋とか普通に入っていって、最初お客さんみたいに入っていって座って注文してスーッと立ってトイレでも行くんかなと思ったら、入ってきたお客さん、いらっしゃいませ、何名様ですかとか言い出して、お手さんカウンターでご注文決まりですか、勝手に水もガーってセルフの店で水ガーッ持ってって、チャーテ一丁、天津飯セット一丁、餃子2人前、生中2つです。今からやんの、マジで言うてる。でまたそれがそこにおる店員よりも手際良かった、声も大きかったりとかすんやな。やめてもらえます、そういうの。それでやめてもらえますか。そうやってハードル上げるのやめてもらえますか。やめてやめて、もう怖い怖いもう。僕はね、フワッチで唯一のね、もうフワッチで最後の取り手なんだからね。こじらない、ね、慣れ合わない、出会わない、嘘つかない、笑わないね。フワッチ最後の取り手。ああ重たい、ああこう登られ、あ、四天王寺さん行こうか。ちょうどいい、こう四天王寺さん行けるぞ。四天王寺さん行ったら、あ、でも今日春休みやからな、四天王寺学園のお姉ちゃんおれへんな。あ、でも進学校やからおるかな。風俗スカウト用の名刺作らなあかんな。実はね、求人サイトももう作ったんだよ、僕。自分で。全部自分で自前で作ったんだよ、全部。お店3店舗と求人用とグループ店用のホームページを全部ね、もうまとめて作ったんだよ。だから、一応5月グランドオープンってことにしてるけど、いつでも動かせるんだよ。暑い。天王寺さん行こうかな。天王寺さん行って JCJK 匂い買おうかな。最近の女の子は、昔はさ、ちょっと前まではさ、なんか香水コロンつけるのが流行ってたけど、最近風俗嬢もお客さんのに匂いつけたらあかんっていう風になって、むしろつけない方向性だから、楽っちゃ楽ないんだけどな、女の子も。暑い。いや、でも我に返るときはすごいショックなんやろうな。ふと我に返ってもて、私なんでこんなおっさんのチンポしゃぶくわえてんねやろうとか思ったら、もうヘド出んねやろうな。わかるわ。もうなんで俺このおばちゃんのマンコ舐めてんねやろ思った時、もうほんま死んじゃいと思ったもんな、あの時は。もう 今すぐ地球上から消滅したいと思ったもんな、あの時は。あ、四天王寺さん結構どっかでも入れるやん。
そうそう、マジマジ、いやみんなそうやと思うよ。それ以外山芸なんかないからね。まず自分のタイプの男前がお金握りしめて会いに来てくれるわけないけど、絶対ないんだから。どっかで妥協はいるし、大体気持ち悪いやつやからお金払うて喋ってもらいに。日本仏法最初四天王寺って何これ。四天王寺さん看板見る。四天王寺さんの看板見るよ。日本仏法最初四天王寺って書いてある。どういう意味、どういう意味。ちょっとこれ閉めとっとこう。おもろいから閉めとっとこう。日本仏法最初四天王寺。中入りたいな。中入ってもいいの。なんか工事しとるな。ここは南無阿弥陀仏なんか。南無阿弥陀仏やら。南無阿弥陀仏、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 南無阿弥陀仏。チャリンコはどこ止めたやろ。チャリンコは入ってくれるなことあるな。チャリンコで入ってみたろうかな。別に時間設定てるわけでもないし、通り道やから。駐輪場って書いてあるよ。8時から18時まで。これまだこんな写真撮ったら何してんねん言われるんやろ。これインスタとかリアルの方で上げられへんな。お前何してんのって言われるから。平日の昼間暇なのって言われるから。忙しい。どっちしようかな。なんか車輪子倒れた。四天王寺さんと工事。車輪子倒れたかな。もう大丈夫かな。携帯割れてないから大丈夫かな。よいしょ。うわ、ちょっと暑いんだわ。はあ、そうだね。こんな日ずまっている間にね、四天王寺さんが来てるのは一人で来てるチャリンコで来てるのは僕だけですよ。そんな、まあ、そうでもないな。生ポのおっちゃんみたいなもん。風が涼しい。いい風やな。いい風やな。清浄水道やかった。四天王寺さんとか入るのめっちゃ初めてに近いんじゃん。配信するとじゃあカバン汚れちゃった。うわー、カバン砂だらけになったわ。最低だわ。あそこが四天王寺高校、四天王寺中学な、四天王寺学園なんだな。あんなとこにあったな、学校。暑い。あの中は別にないや。まだチャリンコできる。
車輪かどこ通ってったやん。難波にチャリンコで向かってたら途中で四天王寺さんに寄っちゃった。四天王寺さん参拝中です。お賽銭全然投げてないけど、お賽銭いっぱいあんねんけどな。今五円玉いっぱい持ってんねんけどな。これ参拝していく、一回参拝していく。お寺さん天王寺寄せでもどっちかっていうと四天王寺さん参拝するよりもどちらかというとあれなんだよね、自転車バイクの通り抜け禁止って書いてあるわ。あの何和区の方のあっちの恵比寿神社、今宮恵比寿の方が近いねんけど、大黒町から今宮恵比寿行こうか。この間西宮恵比寿行ったから今度今宮恵比寿行こうか。今宮恵比寿でお札とか笹とか竹とかなんか買わなきゃ、事務所開きしたからさ。ポテト屋さんしか開いてあ、ポテト屋さんとたこ焼き屋さんあれ開いてんの？開いてんの？ポテト屋さんとたこ焼き屋さんしか開いてないわ。あと自撮り棒でなんか一生懸命みんな撮ってるわ。暑いんだ、すごく暑いんだが。あ、これいつも、あ、ここ外から見るところやん。そう見るところやん。身代わり標坦。の袋さん、小屋巻200円だけど500円だけど、大正だ。ポテト、ポテトたこ焼き、ワンパック200円。どっかどう見てもっていう人が。敵屋のどっかどう見てもっていう人が喋ってるで、やばない。これが四天王寺、これが四天王寺学園だな。許可なく校内の立ち入りを禁止されてるわ、女子校やから。たまちゃんと連絡？いや、特には取ってないよ、うん、いやだって怒って帰っちゃったんでしょ。暑い。その起こった原因のドコモに今から行こうかな。もう一回行かなあかんねん。どこネット引いたらもう一回来いって言われてたから、もう一回行かなあかんねん。あ、四天王寺学園の女の子が投稿してきたから。かわいい、かわいい、制服もかわいい、かわいい、かわいい、女の子かわいいな。四天王寺学園って結構女の子の中ではあの結構ね偏差値高いんですよ、四天王寺学園って。女の子の中でも偏差値60ちょいぐらいあるんだから、確かもうネットの世界は嫌になっちゃったんじゃない、嫌になっちゃったんじゃない。マジでか、電源落ちてたの、すげえな、電源もらってきた。これまっすぐ行ったらもう大黒町なんですけど、難波に行かないといけないよ、難波に。難波に行くにはどうして行きたいんだ。難波はどうやって行けばいいのだ、難波。あーでも結局はこっち経由か。よし、電電タウン経由で行こうか。じゃないとね、もう電池もないし、電池も 45% だし、急がないと。よし、ちょっとチャリンコ乗ってワープするぞ。いつまでもチャリンコ押しててもラチが開かないわ。ナンバーはどうやって行けばいいのら、教えてください。ナンバーは5時ですか、ナンバーは5時ですか、それとも3時ですか。僕はお昼ご飯です。あ、ほんまや、そうやそうや、病院行ってたやん、なんかびっくりした。ちらっと見たけど、